はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回もですね、こちら、アシェットの週刊トヨタ 2000GT を作る、こちらの140号が届きましたので、こちらの作業やっていこうと思います。はい、で、まあ、今回も引き続き、まあ、エンジン本体の方はね、組み上がってるんで、それ以外の部分を組んでいくって形になるんですが、まあ、ちょっとね、デカール張りっていう作業があるので、まあ、モデラーだとデカール張りはね、慣れたもんなんですけど、まあ、一般の、モデラーじゃない方、普段プラモデルとかをね、頻繁にやられてない方だと、あんまり馴染みがないものになるので、まあ、その辺のね、貼り方の説明とかもちゃんとやっていきますので、よろしければ最後までお付き合いください。というわけでやっていきましょう。はい、そしたら早速作業やっていきましょう。で、入ってる部品は、入ってる部品というか、今回やっていくのはバッテリーボックスの取り付けとデカールの貼り付けですね、をやっていきます。で、このデカールを貼るのは、このインテークのこの何ていうんだ、チャンバーボックスというか、ここに貼っていくという形になるので、これとあとこっちですね、エンジン本体も用意しておきます。はい、そしたらやっていきましょう。まあ、作業自体はね、そんなに難しくなくて、この電池ボックスを、こう向きですね、ネジ穴の向きが決まってるので、こう向きで取り付けてあげて、でネジ BP を使って固定で、まあね、この時点で電池を入れてあげると動作テストがもうすでにできるんですよね。ただ、まあ、今回の説明書ではまだそこまで作業は進めないので、とりあえずお楽しみということで動画ではやらないようにします。で、この時ね、この電池ボックスと台座の間に配線とかを挟んでしまわないように気をつけて配線を取り回しましょう。で、しっかり締め込んであげたら、この電池ボックスから生えてるこの配線をここにつないであげます。はい、で、まあ後で蓋するときで別にいいんですけど、配線をね、ちょっとこんな感じで避けておきましょう。ちなみに電池は単3ですね、単3電池4本をこの時点で入れてあげて、で、横のスイッチをオンにしてあげたら音が鳴ってエンジンのモーターが回転してっていう形になるので、まあちょっとね、気持ちが入る方は事前にちょっとチェックしてあげてもいいかなと思います。僕はね、ちょっとね、1個心配事があるので、収録外で後で一回ちょっと動かしてみようかなと思います。はい、そしたらこれは一旦避けておいて、次にこのデカールですね、デカールの貼り付けをやっていきます。で、まあ、こんな感じの、この昔の車ってね、こういうのはエンジンルームのどっかに貼ってあったんですよ。この点火時期の調整とか、その辺の、解説というか、こういうデータがね、書いてあるシールっていうのがエンジンルームのどっかに昔の車はあったんですけど、今の車は確かないですよね。はい、なんでこれを、さっき言ってたここに貼っていきます。で、まあ、用意するのは、まず水ですね。まあ、ただの水道水です。ただの水道水、お湯とかでもなく、ただの水道水、を用意してあげて、ここにこのデカールをぴょんと浮かべてあげます。浮かべるとこうやってつるんとこう水を吸って丸まるので、台紙全体がね、濡れるように、水に浸るように、こうやってちょっと動かしてあげたら、畳んだティッシュの上に置いておきます。これよく、まあ、モデラーさんとかでもよくありがちなミスなんですけど、これで、水につけることによって、この糊がね、柔らかくなって、この台紙から浮いてくるんですよ。
台紙から浮いてきて、でここにスルッとスライドさせて貼るっていう形なんですけど、水に浮かべっぱなしにしてるとその糊が全部水に溶けて流れていってしまうんですよね。で結局ここに乗せても糊が流れてしまってるからここにくっつかないっていうことが起きますよく。はい、なんで基本的にはもう台紙が水を吸ったらティッシュの上に置いてあげる。こうするとね、糊が必要以上に流れていかないので、こんな感じでしばらく置いてあげて、この台紙とデカールの間の糊が柔らかくなるのを待つっていう感じで、今こうやって置いてるとこう今くるんって丸まってたデカールがちょっとずつまっすぐに戻ってってると思うんですよ。まっすぐに戻ってってると思うんですけど、これがねペタンと戻りきると、張りごろのデカールが、しっかり浮きましたよってことなんでね、しばらく待ってあげます。で、もしねそのデカールの密着が悪い、まあ、さっき言ったみたいに、糊が流れてしまった場合っていうのと、あともう一個ね、もう根本的に糊が弱いっていうパターンもあるんですよ。デカールについてる糊が根本的に弱いっていうパターンもあるんで、特にこういうちょっと表面がねツヤがない素材にデカールを貼るときはデカールによってはねあまり貼り付かないっていうことがあるんですよね。そういう時は、まあ、ちょっと普通プラモデルやらない人持ってないと思うんですけど、こういうデカールのり、デカールを固定定着させる用の、まあのりですね、こういうのを使ってあげると少し貼りやすくなります。まあ、今回はね使わずにいこうかなと思います。で今こうね持ってきて、この上のデカールを指で動かしてあげる、指でこうやって押してあげると台紙の上でこうやって動くんですよね。この状態になってたらもうデカール貼れる状態なので、角度的にこの貼りたいところにデカールを持っていって、で端っこをちょっと出してあげる、端っこを少し台紙からはみ出させてあげて、でこの端の位置を決めてあげる、でスルーリと台紙を引っ張ってあげるとこんな感じでね、乗っかってくれます。ただ今これ位置がずれてるので微調整をここからしていくんですが、そーっとねデカールとパーツの間にピンセットとかを滑らせてあげると少し浮くので、こうやって位置を調整したら、次綿棒で、このデカールとパーツの間に入ってる水分を、押し出してシワを伸ばしていくので、この綿棒を軽く濡らします。さっきの水でね、さっきの水で軽くちょんちょんと濡らしてあげたら、ちょっとびちゃびちゃすぎると使いにくいのでティッシュの上でコロコロっと水分を取ります。これね綿棒が乾いてると綿棒にデカールがくっついてくるんですよ。なので綿棒が少し湿ってるぐらいの状態にしてあげると失敗しにくいです。で、このデカールの上で綿棒を転がすような感じ、綿棒を転がすような感じでこう真ん中から外側に向けてコロ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 っとこうやってやってあげるとデカールがね密着してくれるっていう感じになります。ただまあちょっとあんまりこのデカール密着性良くないな、まあ、できればねデカールのりがあった方がいいかもな。これはちょっと少し貼りにくいかな。まあね、くれぐれもうグッて綿棒を転がさずにグッてこう引っ張らないようにしましょう。結構簡単にデカールって破れるので、コロコロコロっとねコロコロコロって転がしながらやっていくっていう感じで貼ってあげるとこんな感じで貼れます。はい、 OK。 そしたらこれで、しっかりと乾燥させてあげたら、デカールの貼り付け完了っていう形になります。はい、というわけで、今回の作業はこれで終了になります。こんな感じで次の141号、141号では台座カバー底面とバッテリーボックスカバーの取り付けっていうことで、まあさっきのね台座の底面の蓋をつけるっていう形になるので、いよいよ台座の作業も終了っていう形で、多分142号以降はこの周りのね補給類をどん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 取り付けていくっていう形になると思いますんで、いよいよラストスパートにありますんで頑張ってやっていこうと思いますので、続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンから
チャンネル登録をよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。